今日はちょっと暑いな。あれ？ダイヤさんにカナンちゃん、部室で何してるの？ちょっと生徒会の急ぎの仕事がありまして、カナンさんに手伝っていただいているのです。ごめんなさい、すぐに終わらせますわ。たくさんのプリントが机の上にありますね。夏休みの過ごし方、これ全部ダイヤさんが作ったんですか？ええ、去年の原稿をもとに作成しただけなので、そこまで手間をかけたわけではありませんが。と言っても去年の冊子を見てテキストデータに打ち直してるから構成が大変なんだよ。注意してても意外に誤字脱字が多くって、とまた誤字を発見。ダイヤ、このページもよろしく。わかりましたわ。こちらの文はもう修正を終えましたから、あとは。けど夏休みの過ごし方って毎年終業式のホームルームに配られる冊子だよね。これって毎年生徒会の人たちが作ってくれてたの？いや、普段は昔からのテンプレートを使い回してるんだけど、そのファイルデータがこの前の停電で飛んじゃってね。それで今回学校からの依頼で生徒会が改めて作ることになってさ、私はダイヤの手伝いで原稿のチェックをやってるってわけなんだ。でもカナンさんに手伝っていただいて大助かりですわ。急いで作ったせいで見落としていた箇所がたくさんありますから。確かに自分で書いた原稿を自分でチェックするより他の人に見てもらった方が間違いに気づきやすくなるって言うからね。あら、それならマリーも手伝うわよ。2人より3人の方がはるかに効率的でチェックもはかどるでしょ。マリさんの夏休みに向けていろいろと作業が終わりだとこの前おっしゃっていたでしょ。それにマリさんのチェックはその、ああ、わかる。マリは誤字とかってあんまり気にしなさそうだものね。ざっくりとしてて。いいじゃない、相手に意味が伝われば多少の誤字なんて No problem にゃん。ですわ。生徒だけではなくその保護者の方々に見ていただくためのページもあるのですから、ミスなんて許されませんわ。そこまで気にしなくてもいいのに。だいたいみんながちゃんと読むかも怪しいところだし。よしこちゃん、空気を読むずら。そんなことを言ったら一生懸命作ってくれてるダイヤさんとカナンちゃんに失礼だよ。私はただ、そこまで丁寧にやらなくても悪く思う人なんていないから気楽にやればっていうつもりで。よしこ言うな。よし、最後のページもこれで終わりっと。ダイヤ、こっちの修正でラストだよ。ありがとうございます。これで完了ですわね。助かりましたわ、カナンさん。お疲れ様です。ダイヤさん、カナンちゃんも。そうだ、何か飲み物でも入れますね。お心遣いありがとうございます。それではお言葉に甘えて温かいお茶でもいただけますでしょうか。あ、ルビーも手伝うよ。待っててね、お姉ちゃん。お願いしますわね。思った以上に早く仕事を終えられて本当に良かったですわ。最初から言ってくれればもっと早い段階で手を貸したのに。私が偶然見かけなかったら一人で片付けるつもりだったんでしょ。引き受けた当初は例年の原稿を打ち直すだけですから、そこまで手がかかるとは思っていなかったのです。計算違いでしたわ。ダイヤは普段からちょっと抱え込みすぎだよ。せっかく私たちがいるんだから、もっと遠慮なく頼ってもらいたいな。その通りですわね。次回から改めますわ。でもこの冊子の表紙を眺めてるともうすぐ夏休みだなって感じがするね。海水浴に花火大会、どこに行っても楽しそう。それに夏はスクールアイドルとしても大事な時期だよ。各地でイベントがたくさん開催されるし、その準備と練習も忘れないようにしないとね。そうだね。この夏の活動はどんな感じになるのかな。
がとう、ルビー。暖かな香りに包まれていると心が安らぎますわ。そう言ってもらえると嬉しいです。あれ、ダイヤさん、画面に新しいメールが届いたって表示されてますよ。メールですか？どなたからでしょう？どれどれ。プール開きライブ、スクールアイドル参加募集のお知らせ。